どうも、今日は私、この下妻夫人に何が何でもついてこなければいけないというわけで、何が何やら無我夢中で引っ張り出されてきましたんで。橋寺さんも男らしゅうない。出てきやはった以上はそんなこと言いはるもんやりません。本当ですわ。男というもんは往生際が肝心ですわ。いや、どうも。男といえば私一人をご婦人だけでいじめようという算段までは見抜けませんでした。申し訳ございません。主人が急に所用ができましたもので。いやいや、奥さん、冗談ですよ。ねえ、橋寺さんはなんで新家庭を持つ気にならはらしませんの？お嬢さんが何か言うてはんの？娘は何と言いますか、聞いたことはありません。私自身の考えがまだ決まらないもんですから。ほんなら決めてしまはったら、どうせもらわずにいらっしゃるわけにはいかないんじゃありません？まあそれはそうなんですが、ただなんとなく今すぐという気分にならんのですな。どういうわけで？別に訳があるんじゃなくて、踏ん切りの問題ですかな。ですから奥さんのような方にそばからもらえもらえって盛んに小突き回されると、結局もらうようなことになっちゃうかもしれませんな。ちょっとこっち向いて。じゃあ私たちに任せはったら。いや、そうおっしゃられても困りますが。まあ、ひょうたんなまずね、橋寺さんは。ナマズ？だってつかみどころがないんですもの。いや、今日はもみじ見物ということなんで、部下の者に水仙楼という茶屋を取らしておきました。私はこの辺はあまり詳しくはないんですが、部下の話によると、その茶屋は酒も料理も窮屈になってきた昨今には珍しく、きちんとしたものを出すんやそうですわ。時ですから、そこへぼつぼつ参りませんか。へえ、いやいや、連れてこられたと言うてはるくせに、そんなとこちゃんと用意してはったんですか。まいったな。夕日が丘女学院に通ってはるんやそうね。うん。2年生。うん。好きな勉強は何？英語？フランス語？映画お好き？うん。西洋映画？うん。おーい、ひとみ、ちょっと来なさい。戻ろ。なんや、茶店で休むのやって。うん。あのお嬢ちゃんどうやった？うん。何話してた？何聞いてもふんふんしか言わはらへん。けど可愛いわ。